皆さんこんばんは。はい、皆さんこんばんは。子ども地球サミット2011広報番組スタートしました。スタートしましたね。どうしたのそのマスク。マスクこれね、風邪予防です。あーですよね、はいはい、あ鼻声なのはこれに、ね、鼻水が垂れてこないように詰めてるから、ね、目戸だったよね。目戸ですね。はい、目戸は信州の人しかわからないでしょう。そうですよ、はい、専門用語ということで、また過去の清水 P の歌散歩を見ていただくと目処が何なのか分かったね。ちょうどね、はい、6月7月あたりですかね。はいはい、はい、多分そのあたりだと思いますが、はい、長野県では、はい、諏訪地区を中心に御柱祭りというものがありまして、はい、でそこで、リポートしてきましたのでね、ぜひそれをもしご覧になるのであれば、はい、ぜひぜひ見ていただきたい、はい、ということです。見ていただきたい、はい、ところで、マスクをしていること突っ込まれちゃいましたね。すいません、私風邪予防です、大丈夫です、はい、そして水タバコのせいではないです。あ、そうですね、一応ね、私ね実はタバコを吸えない、吸ったことがなかったんですけど、カザフスタンの文化で、皆さん大体回してね、水タバコってものをやる瞬間があるんですってね。ありますね。習慣があるんですってね、うん、はい、なのでカザフスタンの文化に触れたいなと思ってやってはみたんですが、よく分かりませんでした、はい、初水タバコでしたね。初水タバコでした、ね、うん、もう家の中が、うん、その甘いフレーバーの香りがすごい、果物の香りが充満してね、はい、すっごい、しましたね、うん、いいです、よかったですよ。カザフスタンでは、タバコは店ではダメなんですけど、当然に、うん、水タバコはね店でも大丈夫って言っちゃっていいのかな、どうなのかしらね、店員さんはすごく若い子でも、ふかしてこうお客さんに使えるようにしてあげたりするそうなので、そう、まあ大丈夫なんでしょうね、きっとね、うん、中毒性はないそうですよ、うん、はい、まあでもタバコってつくのであまり、アキラ中島さん、先ほどは、はい、フォローさせていただきました、リフォローさせていただきました、はい、いつも見てくださってるそうでね。ああ、はい、ありがとうございます。エンジョイ765さんの紹介です。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、そのエンジョイさんもね、目処何ですか分かりませんと。はい、信州の諏訪地区を中心とした、はい、御柱祭りという有名な7年に一度行われるお祭りで、はい、やっている儀式です。儀式です。はい。一応五穀豊穣を願ったお祭りなのかな。そうですね。はい、祭り大体そうですね。はい、あ、はい、神様がね変わるんですよね。はい。あ、神様が変わるの？間違えちゃったかな。あれ？なんか木に登るのは神様に近いとこ行くからなんだよね。そう。まあ、ちょっと裏覚えの中で話すのは良くないのかな。そうですね。はい。私今日のウパ散歩実は楽しみなんですよ。そうなんですよ、はい、実はちょっと遠出をしてね、はい、はい、遠出をしてちょっと、はい、基礎まで基礎ですかね、基礎にまで行ってきたんですね。行ってきたんですけども、実はね清水 P ちょっとねその時体調が悪くてね、そうなんですよね。で久美さんが一緒にいたんですよ。久美さんと一緒に基礎の、習い塾に行ってきたんですけれども、はい、で、いや、勝手に突入しちゃっていいのかな。いいですよ、はい、行ってきたんですけども、なんとなんとね、久美さんを素通りして清水 P の世界に入っているというすっごく不思議な映像なんですけど、せめてさ、ね、久美さんって言って手振っても寂しいじゃない。あの時はもう本当に具合悪さピークで、喋ったらもう何もかもがダメになってしまうっていう時だったんですね。あ、そうなんですね。そうなんですよ。体調悪い中お疲れ様でした。こちらこそすいませんでした。本当に体調の悪いことをね、はい、ね、ネタにあんな、はい、ね、はい、ちょっとゆっくりしてしまったんですけど、はいはい、食べ物に当たったとかっていう話もちょっとちらっと髪に挟んだんですが、まあ、まさかこの私が、はい、この私が当たるはずがない。で、お肉はどんなにお腹が空いていても一応焼いてから食べるとかね。そうですね、はい、我慢すると、するとかね、ちょっと我慢する、はい、はい、食あたりには注意です、はい、はい、ということで、はい、で、はい、長野県のいいところを紹介しているこのうぱ散歩コーナーなんですが、はい、今回ですね、スペシャルゲスト田島久美さんを迎えたんですが、はい、なんと素通りして私がひどい地元のおじちゃんと話をしてます、はい、久美さんを素通りして地元のおじちゃんともお話をして、また久美さんをなんで背景だと思ったの、久美さん。違います。失礼しちゃうね、久美さん。わずかの元トップスターを目の前に素通りよ、素通り。考えられない。あの時は久美さんにどうですかって言おうとしたんですけど、それをしたらもう大変なことになっちゃうんですよね。
演出家が今暴露したマイクが拾ってるかどうかは、まあ、スカイハイ清水ピンが使いだったっていう、あバレちゃった、はい、ね、こあと、ね、この後はい、はい、何でしょうか、はい、私明日のねお仕事の準備でね、うん、えどうしようかな、この最後また映像見てください、わかりました、映像の中でお電話しちゃっていいですかね、映像の中で、はい、なんとエコブルーム白鳥さんに沢さん返信しますね、はい、温度も上がります、ここの、はい、要は明日からのなんか氷の彫刻展の現場に入るということで、はい、沢プロデューサーは実は台本も書いておりまして、はい、はい、その台本に追われておると、で風邪もひいてるということで、風邪予防ですよ、あ予防です、ここ大丈夫です、はい、まだまだいけますで、はい、ああ佐藤さんだ、あはい、お疲れ様でした、はい、佐藤さん、はい、こんばんは、私今日眼鏡忘れてる、あ待って、はい、エンジュさんがリクエストなんですが、はい、初めていらした中島さんもいらっしゃるので、はい、地球サミットについて簡単でいいので説明していただけませんでしょうか、あう、と ありがとうございます、ご紹介いただきまして、はい、はい、中島さん、あの読んだ初めまして、違うか、子供地球サミットって何って写真何何何何ちゃんと、はい、何でしょうか、書いてあるよね、情報読んでもらったら、はい、あそういうことですね、あそうですね、あの細かいところを言うと下の方ですね、後でゆっくり見ていただいてホームページやあとアーカイブなどね見ていただきたいなと思うんですけれども、あの子ども地球サミットはですね、かれこれ3年前から今年で4年目ですね、そうですね、はい、やっている、子どもたちをかの、ことを考えたテーマにしたイベントなんですけれども、世界中の子どもたちがこの長野県というこのね小さなところに集まって、はい、で南の村ですね、そうですね、でエコテーマにですね、はい、はい、集まって、友達になると、はい、で友達になった中でいろいろと、お互いの国のことも知ったりとか、あとそういったエコのことももちろんテーマに話をしたりとかですね、そういった、サミットという形で開催してるんですよね、はい、はい、でそのサミットをやった発表の場が実は皆さんが何遍も見てくださっているあの舞台のね、そうです、はい、去年までは学校の体育館を全くもうものすごいステージに仕立て上げてしまって、全く違う何あれ、それこそ私ねなんか東京ドームみたいなイメージがあるんですけども、はい、そんなイメージを持ってるんですけども、はい、それぐらいの舞台に仕立て上げたところで子どもたちに発表してもらっています、でそのまあ、自分たちでね考えるエコ活動っていうものもその場で発表してもらってるんですが、それ以上にね音楽を通じて世界中の子どもたちが友達になれるっていうのがね何よりも素晴らしい私たちの子ども地球サミットのテーマだなと思っています、で次回のねあの今年の子ども地球サミットもねさらに飛躍をして、で子どもたち海外の子どもたちにはもっともっといろんなものを飾ってもらいたいなと思っています、はい、はい、昨年から昨年はカザフスタンとシンガポールの子ども、うん、そして昨年はなんとカザフスタンとシンガポールに加えて中国とエジプトの子どもも参加してくれているんですよね、そうなんですよね、はい、グローバルになりました、はい、うん、でその一つの国カザフスタンなんですが、はい、今年3月大洪水に見舞われて、うん、でこの南美濃子ども地区サミットが行われるこの南美濃からね、うん、少し呼びかけをして、で、はい、なんと4トン以上 の救援物資が集まりまして、はい、で被災地の子どもたちに配られた、はいなんですが、はい、その中でね、ユニセフカザフスタンのユニセフの方がユニセフがね、はい、あの窓口になってくださって、ってくださったりとかですね、で被災地だけではなくて恵まれない子どもたちにもぜひあげたいということで、はい、今ね、そちらの方にも少しずつ救援物資を分けているんですが、はい、先日、舞台監督補佐の総出さんと、はい、演出家の伊藤さんが一緒にカザフスタンに行って、はい、直々にこう手渡しをしに行ってきましたからね、うん、感動の、ね、シーンでしたね、すごかったですね、その映像も途中だったんだよね、まだ今日ちょっと残ってるのよね、はい、はい、今回はね音楽学校のねことがね流せるのかな、そうね、はい、この間はね音声だけでしたからね、うん、ポイントの、ね、3つの映像がねまだ、時間過ぎちゃってねどうしてもお届けできなかったの で、ね、今日はその3つとともにお届けしたいと思います、はい、どうですかね中島さん、ちょっと分かりましたかね、はいはい、なんか大切なキーワードが結構落ちてしまってる、そうなんですね申し訳ないです本当に、はい、なんですけども、でその中ですね、一番広報番組を始めてからずっと続いてるコーナーなんですが、この長野県のいいところを紹介するこのうぱ散歩コーナー、うん、ぜひぜひねこの長野県のね面白いところ素晴らしいところをね、私が歩きながらテクテク歩きながらお届けしてますので、まずはこのコーナーから見てください、127回
ウパ散歩、はい、これではもう127回も続いてるとすごいですね、うんうん、それでは VTR スタート。皆さんこんにちは。今日は長野県塩尻市奈良井宿に来ています。こちらの遮断機を越えるとあちらに町並みが見えます。今日は雪が待っています。雪景色、それでは行ってきます。線路を越えて町並みに来ました。ここが奈良井宿です。今日は平日のせいか、やっているお店が少ないのですが、街並みがものすごく綺麗です。あの松の木もすごくいい感じですね。こんにちは。はい、さっきよりは雪がうんとあるなとお日様でしたし、ねえ、本当ですね。もっと降ってましたね。もっと降ってました。雪はこの10倍くらいですか。あ、昨日ですか。いや、今今、うん、10倍ぐらい降ったそうです、この雪。まだまだ今日はもう白いカーテン、え、白いカーテンみたいにね、うん、先ほどまで白いカーテンのように雪が降っていたそうです。私ですか、はい、長野県です。南美濃村から来ました。向こうってなんだ。あのゴンベ峠がね、ね、もう開通しましたのでね、あの来やすくなりましたね。はい、ここは、古田ですか、これなんて読む、西田屋、西田屋漆器店です。そうですね、大芝高原がありますね。でもここはね、いい街並みですね、本当に。初めて来ました。はい。ありがとうございます。おじさんが地図をくださいます。失礼します。わー、すごい、いっぱい。お箸や、いろんなものが置いてあります。はい、動画です。はい、はい、ありがとうございます。嬉しいです。はい、じゃあこちらちょっと表に出まして、ちょっと歩いてみます。こちらが中村屋、塗り串創始者の分家にあたる串問屋、村屋です。店舗年代1843年の建物です。入り口は本当にちっちゃいですね。すごいいい感じです。今日は田島久美さんとも一緒に散歩しています。こういった街並みはずっと続きます。雪が舞ってるし、すごく風情があっていいです。それでは今日は、奈良井宿からお届けいたしました。それではまた来週。 See you。はい、いかがでしたか。はい、澤さん、ようこそ。とりあえずじゃあ私、澤エグゼクティブプロデューサーに代わりましていきなり登場いたしましたが、エコブルーム白鳥安成と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そのね、あの澤 EP は明日から、そう、
トリニティのお二人で長野市の M ウェーブの方へ、はい、あれですよね、お仕事で、そうなんです、氷の彫刻展、はい、すごいですね、写真だけど彫刻のお仕事で、その行きます。一応基本的には演出的な脚本ですよね、そうです、舞台のね、 ね、はい、でちょっとその準備のためにちょっと忙しいということで、基本的にはあれですよね、もともと牧師をゲストで呼んでいただけるっていう話だったんだけれどもまあちょっと一緒に、ね、とやっていただけないかということで、というわけですいません、ちょっといきなりお邪魔しますが、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。でところで何なの今のちょっと今ね、お子さんぽすごかったでしょすごい雪、ね、でもめちゃめちゃ街並みはさすがに奈良地区ということで綺麗だったんだけど、あの背景でさ、チラッチラッてなんかすごい背景がね、そうすごい背景って言い方もめちゃめちゃ失礼ですけど、すごくオーラのあるね、あるね、あたが全然振らないんだねよくね、あっちゃんこんばんは、どうもいつもありがとうございます。あのね、あの田島久美さん、元宝塚トップスター、はい、田島久美さんと一緒に基本的にはあれですよね、あの奈良塾へ一緒に観光、こちらが、あの、まあ、お仕事とかも含めてご案内する立場だったんですけどね。でじゃあちょうどいいから、はい、ウパ散歩撮ろうかなと思って、ね、ウパ散歩撮ったのはいいんだけれども、いいんだけど久美さん全然触れなかったんだ。そうなんですよ、久美さんに話しかけてしまうと私ね多分ね放送事故に遭うようなそんな映像を、なんかさすがにそこまで久美さんに触れないかって思ったねあの時は本当にね、そば食べてたんだけど立ってるのもね、ものすごいしんどい。本当、まあね、でも二日酔いの辛さはちょっと分かるのでね、よく頑張りましたよねっていう感じですよね。ちょっとお酒が過ぎました、うん、私君なのでも原因はそう、まあ正直言うと前の晩に、まあちょっとこれから流れてね、ずっと話していくんですけど、5時半まで飲んで、5時半まで2人でね、差しだよね、あれは差しで飲んで、差しで日本酒を僕最後の日全然私記憶ないですもん、本当に。玉木さんそうだね、もう気がついたら玉木さん寝ちゃったからね、俺も次の日全く大丈夫だったからね、全然記憶ないですね、全然普通。ほんと久美さん申し訳ないです。いやすいませんでした、本当にすいませんまあこれからちょっとゆっくりね、久美さんが来た時のお話も含めつつ ね、はい、していこうかなと思いますが、はい、なんかいろいろとね、うん、ちょっといいですか、ソーシャルストリームで僕が登場したところで、はい、皆さんいろいろと言ってくれてるの で、うん、ね、まずシュカムさんがすごく喜んでくれてるというか、何ですかこれまあまずと言いますか、シロさん登場ってなってますね。ああ、シロさんね、シロさんありがとうございます、シュカムさん僕に優しいのでね、はい、すごく温かいツイートをねしていただけるんじゃないかなと、ね、あとキンバスさんも、はい、毎度毎度ありがとうございます。そうですね、あっちゃんとか、あとね、うん、31ミオ、これはあれですか、みちもさんですね、これなんて読むんでしょうね、ミオ A みちもみちも、あ、これみちもって言うんだ、みちもさん、男前に、ほら、男前にって、おお、イエイエイエイ、玉木愛してるよ言っちゃったこれ後で説明しますけど、そうあと、まああ、高田健三郎さん、あ、どうもこんばんは、あと先ほどお話ししていただいてた、うん、あっちゃんのご紹介してもらった、はい、そう、あきら中島さん、ね、どうも、今回はあきら中島さん、あきら中島さん、うん、とっても分かりやすい、ありがとうって先ほどのお話です、あ、本当ですか、ありがとうございます、伝わったら本当に、もうグダグダなね、その説明なんでいつも後で怒られてしまうんですけど、いや、よかったと思いますよ、そうですかね、まあ、僕が沢さんに代わってね出なきゃいけないということを踏まえて見ていたので、はい、前でね、やっぱ2人はいいコンビだなと思ったやっぱ長年去年サミットが始まるまではずっと毎日やってたわけだし、すごかったですよね、助け合いですね、ほんとにあっちゃんは子供を地球サミットで、あっちゃん、もう次々戻してる、はいはい、ありがとうございます、あっちゃんあ、本当だ、白鳥アンダーバージェ、シェルトリさんですね、白鳥さんは子供地球サミットオフィシャルバンドエコブルームのリーダー、 ありがとうございます、熱血ドラマーですと、ドラマーなんです、一応の、はい、ドラムス&パーカッション、まあ一応リーダーをやらせていただいております、子供、キズアスサミットオフィシャルバンドのエコブルーム白鳥安成と言います、はい、改めましてよろしくお願いします。お、こうちゃんさんじゃないですかお、玉木愛してるよの熱い絶叫を聞いて飛んできましたよっ、ちょっとなんかこれ良かったんじゃない、こうちゃんさんが来てくれて、おいった感じがあって、ね、久しぶりじゃないですか、こうちゃん、こうちゃん久しぶりですね、まあ言っとくと、玉木愛してるよっていうのは一応このトリニティのオフィスで玉木さんの机があるんですよね、はい、でさっき玉木さんの机に座って見てたんですけど玉木さんのね、ちょうど顔がこう当たるこの目の前のところにプロレスラーがこうやって玉木愛してるよっていうのが吹き出しは玉木さんが書いたんだけど、それ見てね、これは使おうっていうか、あのプロレスラー誰って話ですねあれは実は地元のね、あの情報誌の中に一番トップで載っていたプロレスラーの方なんですよね、はい、好みというか、ちょっとかっちょいいかなというか、そうですね、細マッチョより、ゴリマッチョの方が好きですね、あ、はい、わ
分かる気がする。分かってますか、本当ですか。でちょっとねちょうどいいゴリマッチョな感じだからね。でもちょっと男前な素敵なレストランですよ ね、 すね、はい、レストラン了解了解。多分地元のレストランだと思うんですけどね。分かりました。じゃあ俺リアルこの玉木愛してるよね、いずれ切れてる切れてるでしたっけそうそう、で書いてこれ写真撮ってくれそうですね、うん、そんな写真をどしどし応募しますかこういうのをあの送ってくれれば、玉木さんが自分で玉木愛してるよって書くからね勝手にね、うん、勝手にね引き出しするからさて、ではどの行かないと、はい、今日時間またなくなってしまうので。そうですね、まずはねどこ行きましょうかね、久美さんの紹介からいきましょうか。そうですね、まずじゃあまあ私もずっと8日、うん、今日は木曜日ですよね。そうですね。だから火水木と今回田島久美さん、元宝塚トップスターの田島久美さんをお迎えして、まあ、今度はあのエコブルームとコンサート、それをまたちょっと後で紹介しますけど、やるのにあたってね、打ち合わせを、はい、まあ、打ち合わせをするために来ていただいた。そうなんです。っていう感じですよね。で、はい、ちょっとね、せっかくなので久美さんの紹介をしましょうかね。ちょっと説明なんか。ね、ちょっと、やっちゃいますか。補足してくださいもちろんです。はい、先ほどから言ってますけど、田島久美さんはあれですよね、元宝塚、はい、まあ、今は元宝塚ですけど、現役時代はまあ宝塚の星組、はい、星組の男方、はい、あと、まあ花組とかで ね、 組長ね、で、あ、そう、組長をやられてたんですよね。25年間、すごいんですよね。でやっぱ組長をやるってことは、ものすごい認められたようなんですよね。で久美さんはね、ダンス当然そうですよね、まあ、トップスターと言われている中で組長が当然なる、うん、まあ、全員がなれるわけじゃないだろうけど、そうですね、よく伊藤さんが言ってるんだけど、宝塚っていうのはその何年間、5年間でしたっけの間に階段があって、うんうん、で5年間の間に自分がどこに立っているかで自分の地位っていうんですか、ね、うん、位置を把握していきながら、5年ぐらいの間でこの辺にいないと、もうダメだよ、トップスターはダメだなと。基本的に、今の話は、まあ、オフレコだ。あ、そうなんだ誰とは言わないけど、まあ、うん、事実で、聞かなかったことにしてください。その一年、聞かなかったことに。やめて、なるほど、テレビとか、次の世界を目指すとか、なるほどね、オーディションを受けるとか。でも宝塚っていうのはすごいんですよね。そうですね。だからどこに行ってもオーディションとか合格しちゃうとかね。まあね、OG っていう人たちは基本的に4000人ぐらい。すごいですよね、4000人っていうのは。確かに。で、元宝塚って名乗れる人たちもまた限定されているっていうふうに。元宝塚歌劇団っていうのは、宝塚歌劇団っていうのは商標名なんで、ちゃんと誰でも彼でも使えるってわけじゃないわけだ。宝塚 OG っていうのは使えるの。なるほどね。宝塚歌劇団っていう名前は、例えば新聞のプレス発表するときでも何でも、基本的には全部宝塚の審査の、本体の方に申請出すわけ。はいはい。だから久美さんの場合はもう全部、まあ、久美さんももうトップスターなので、ね、ちゃんと記事会に行って、全て OK をもらった上で、記者会見やったりしてるわけ。なるほどなるほど。で久美さんがやった有名どころ主要キャストといいますか、はい、でやっぱ「ベルサイユのバラ」のアンドレですね。1976年「星組」って書いてありますけど、アンドレ初代。そうですね、やっぱ「ベルサイユのバラ」って知ってますよね。知ってますよ。さすがに僕も知ってるアンドレですね。まあ一世風靡だよね。ですよね。で宝塚歌劇団、花組組長1983年から1986年。おお、すごい。そう、まあそんな、まあ要するにね大トップスターですよ。そうなんですよ、まあ、もちろん現役だしね、バリバリやってらっしゃるし、でね、国会議員もね一期やられて。そうですね、元参議院議員で、はい、芸術文化振興票、あ、それそれ、ね、それちょっと紹介しないと。そう作ってくださったんで、もう芸術に関してはもう本当にね、もう口を酸っぱくするぐらい、もうこんなこと言っていいのかよくわからないんですけど、口を酸っぱくするぐらいこうちゃんと援助するべきだっていうことを大々的に言ってくださって、で中にはね、もう却下されたんですが、タバコもね、タバコ禁止令みたいなものもね作ろうかと思ったんですけど、それはねさすがにね、日本で法案だから、マレーシアとかそういうシンガポールみたいなノリにしようっていう。ああ、さすが久美さんですね。そうなんですよね。それは通らなかったんだけどね。はい。でもただそちらの芸術の方では通って、今補助金なんかもねそちらの方から出るような形になってますよね。なるほどね。芸術はもう定番ってことだから、まあ、通った、プロパーで通るんだ。そう、うん、毎年フィックされる、まあ、日本一番の、ね、根本だから、それが毎年だから1000億がまあ出て毎年その予算が取られるってことですよね。久美さん言ってたけど、やっぱ議会、まあ参議院の中で自分が議員になって、それがその本を作れたことがね、やっぱやる意味があったなって言ってましたね。もともとちょうど
関西大震災の時の復興を目指して、今押し上げられた人だからね。そうですね。その話もちょうど火曜日のユーストでしたっけ。そうですね。ちょっとお話ししてもらって、はい、やはりそうなんだ、そうそう、寄ってたここで、いや、そうか、伊藤さんいい感じでしたね。そうですね。あの時はみんないい感じでしたね。それもすいません。まあ、後でそれもフォローしなきゃいけないなと思ってはいたんだけど。あ、そう言われてみればそうですね。うん、ああ。そうそう、そう、ぜひ、さんが、安尾さんとかね、はい、90歳過ぎてなお在籍されている方もいますがということで、宝塚歌劇団というものは日本を代表するねトップスターを生み出してますね。本当ですよね。もう大正2年なんで、まもなく97年ですね、今ね。そう、もうあと3年で100周年、100周年っていうのは、本当ですよ、伊藤さんが聞いて、本当に一つの文化としてね。そうで、久美さん言ってたけど、やっぱこれから今後100年経った後の次の100年をどうするかっていうのをやっぱり一生懸命考えてるっていう、ね、ちなみに90周年の時は、そうでした。もう全ての、まあ、OG が集まってきたんだけど、久美さんが司会。司会、それがまずすごくない？すごい。だって全ての OG が集まって現役の人がいて、 その中でトップに久美さんが司会をするんだよ。林くんの結婚式で俺が司会するのわけが違う。本当に。そうですね。ほら、すごいことだと思うよ。ほら、まあ、林くんの結婚式も緊張したけどね。そうですね。まあ、いい例えですね、今のね。いい例えで、訳が違うよって話ですね。訳が違う。まあ、林くんのだから結婚式でも、あの、久美さんとかがメッセージをくれて、やっぱお客さんとかもね、林さん、まあ、しとむくん、みわちゃん、結婚おめでとうなんて言って、なんで笑ってるの？いや、なんかいい例えだなと思って、今白鳥さんらしいなと思って。あ、そう、ありがとうございます。だからあのメッセージもすごくね、やっぱ司会をやってる僕としても誇らしかったしね、久美さんがね。そう、林くんだからが一番良かったんじゃないかなと思います。そうですね。で、わざわざ本当にね、そうなん、素敵なメッセージを残してくださってね。一生もんですよね。一生もんだよね。うん、一生もんだ、これ。本当にそうですよ、羨ましいもんね。うん、だから、まあ、エコブルーム独身まだいるんで、うん、後に ね、そう、そうですね、続けと、いう話もあるんだけど、頑張れ、まあ、頑張れ、まあ、今頑張れ、ということで、はい、そうですね。おっとっとっと、はい、大丈夫です、大丈夫ですかね。うん、で、今年のね、4月に、うん、あ、まず出会い、久美さんとの出会いは子ども地球サミットの2008年ですね。そう、応援団のね、団、まあ、それは2009年なので、うん、2008年でまず、あ、8年からね、そうそう、あ、で、お伝えしようと思います。田島久美さんと初めてね、まあ、もっと正して、もっともっと先行くと、あの、演出家とか、あと沢さん、清水さんとの出会いでいろんなイベントもやっておられたんですけど、はい、僕が子ども地球サミットと出会って、で、そこへ田島久美さんがスペシャルゲストという形で出演された時に一緒にまず共演させてもらって、まあ1年目ではそんなに、まあ演奏とか合奏とかバックバンドもやらせてもらったんだけど、うん、そんなにだから出会ったっていう雰囲気ではなかったんですよね。で、2009年の1月に応援団の発足式を行った時に久美さんが応援団長になってもらって、はい、そうなんです、そこでやりましたね、南美濃和の、何ですか、そこ森のカフェテラスという、大芝高原内にある、飲食店なんですが、そこでちょっとね発足式をやって、で、久美さんのことを、やっぱね、南美濃和の皆さんがね本当に応援してくださっていて、で、久美さんのファンになってくださって、で、そこからどんどん広がって、今では応援団の人数が、ね、まだまだ増えつつあるんですが、はい、こちらの方ですね、応援団の団長になってくださって、で、今年の、昨年の2009年の、うん、子ども地球サミットを迎えたんですが、その時にではですね、もう一人、あのトップスター、雪村泉さんと一緒に共演してくださって、はい、そうですね、スペシャルコンサートとエコロジーコンサートっていう位置づけの別々のものがあって、うん、で、まず前半一部として雪村泉さんのスペシャルコンサート、はい、あれも良かったね。良かったですね。で、今回それでエコロジーミュージカルとして田島久美さんとかも出演してもらって、うん、はい、ミュージカルをね、だから行ったわけですよね。そうなんです、で、ミュージカルの中でもね、ケンサブロさん頑張る頑張る頑張れ、あ、頑張れケンちゃん頑張れ、ケンちゃん頑張れ。はい、はい、ちょっと余談になりますね。まあ、話すとでも長いよね、久美さんとの出会いは。そんなこんなで、やっぱ、時間はかかりましたけど、今回、とうとう今年の4月、まあ、春ですね、まあ、はっきり言ってまだ決まってないんですけどね、この日っていうのは、はい、久美さんと一応、エコブルームで、スペシャルコンサート、スペシャルコンサートというか、まあ、コンサート的なものをやらせてもらおうかなって、ね、まあ、久美さんがぜひやらないかいっていうような提案をしていただいて、ね、それもね、1回で終わらずに、この何回も続けてね、ちょっとやっていく、コンサートにやっていけたらいいなっていう、ね、まあ、1発目をまず成功させて、次につながるようなコンサートにぜひしていけたらいいなと思っているんですけど、ね、そうですね、なので、エコブルームとその久美さんのつながり、子ども地球サミットとエコ、子ども地球サミットと久美さんとのつながり、つながりね、もう、
しっかりとね合致してきましたからね。そうですね、もう今年、うん、まあ、今年去年のサミットの時からすごくでもそういうのは実感できるような、うん、まあちょっと偉そうですけど関係になれたなってちょっとね思ったかなっていうか、いやいや、ありましたよ。そう、すごく嬉しかったエピソードがあって、うんうん、そういいな、去年のね、これあんまり人に言ってないんですけど、ね、じゃあなおさらこのとこ行っちゃっていいの、今行っちゃおうかな、せっかくだからね、せっかくだね。去年スペシャルゲストで、はい、向谷クラブの皆さんがいらっしゃったじゃないですか、そうですね、向谷実さんを筆頭に、はい、中西慶三さんとか斉藤秀さんとかね来ます、でございましたね、結構ね僕的にはもうものすごくね緊張しちゃってねなかなかないステージだったからね、で、まあ、ましてやキムドクスさんもですよ、そうそう、もちろんキムドクスさん、そう、まあでも、はい、やっぱ皆さんのね視線とかでも結構俺固くなっちゃったんでね、ドクスさんとかも含めてね、はい、そういうとこぜひ行きたいです、あ、ぜひ来てくださいね、ぜひ来てください、エコブルって言ってますけど ね、はい、ね、大阪を限りにいろんなとこでできることをね目指して、そうですね、そうですね、次につながるコンサートとして、うん、まあ一発目を成功させてね、はい、うん、で、その緊張した僕に向かってね久美さんがね、いや白鳥くん、なんか今日最近すごくいいんじゃないのなんか一皮むけたよねってちょうど俺がトイレに行った時にこうやって声かけてきてくれて、うん、ちょっと白鳥来いと多分俺がガチガチ緊張してるのをねほぐしてくれたんじゃないかと思ってるんだけど、最近白鳥いいよねって、あ、本当、うん、私の時はもっとガンガンやってって、昨日ワイン飲んででも久美さんの前でちょっと、ね、体調がねちょっと悪かったね、昨日は ね要するにでもやっぱ玉木さんも一緒で朝5時半まで飲んじゃったからね、要するに寝てはいなかったわけなんですよ、そうなんですよね、昨日のまんまた久美さんとかと打ち合わせ行って飲んだら、うん、もう眠くてしょうがなかったんだよねほぼ徹夜的な感じでね、そうやらかしてしまいました、久美さんの目の前で寝てしまったんだよ、ね、ちょうど席に目の前でしたからね、おお、やらし失敗したなって思ってます、あ、でもね、うん、まあ、初期名ね、うん、今日フォローしました、はい、朝行って今日朝久美さんお送りしたんですけど、朝から行って荷物は持つわ ね、久美さん服着ますかなんてもう質的なもん感じで、ね、そうそうそう、はい持ちます持ちます、はい、持ちます、あ、どうぞどうぞどうぞなんて、こちらです、こちらです、あ、久美さんさよならじゃあねもう腕がちぎれんばかりに、そうそうそう、もう見えなくなるまでバスがね手を振りましたねそんな、そうなんです、あっちゃん緊張したんですよね、はい、うん、で、そんなこんなんでじゃああれですか、久美、うん、さんがその明日きっとやってくるという今度4月にやる、はい、コンサートの打ち合わせに来てもらった時の、ね、じゃあ初日のあれですかね、初日まず久美さんが来てもらって、うん、で軽くまず打ち合わせをしつつちょっと喉をほぐしてね、はい、で久美さんの、まあ、要望すごく嬉しかったんですけど、まずエコブルームのみんなといろんな今回のコンセプトとか、まあ、夢とかね、思いとか ね語りましょうって言ってくれたので、僕もすごく話をしたかったんだけど、まずは、まあ、この辰野事務所の近くの、ね、お店に行って久美さんとちょっと、はい、食事をしながら ね食事をしながら少し和みながら素敵な時間をね久美さんと久しぶりに、いやでもやっぱ久美さんと話すと楽しいな、僕なんかねいろんなこと思い出して心が温かくなってきて、こう夢がね、夢がすごく膨らんでくるんですよね、まあ、現実味を帯びてくるから緊張もしてくるんだけど、でもね、私ぜひなんとかしたいと思うというかね、特徴だなのかな、そのやっぱりそういう人たちと話すとこう、うん、気持ちがねすごく膨らんでくるんですよね、ですよね、うん、だから夢を与える人っていうのはそういうオーラを持ってるんだなとつくづく思いましたね、そういう人に なりたいですね、なりたいですね、清水フィーも含めてプロデューサーもっともっと強くなりますから、プロデューサーはでももうそういう仕事にそうなんですねしてるわけだから、はい、まあ、まずは VTR 見てもらおうかしらね、でその後の、はい、まずじゃあここに帰ってきて、うん、公開リハーサル伊藤さんが編集してまとめてくれたので、はい、じゃその映像をご覧いただきましょう、ユーストローがでもアーカイブでユーストローが ね、まあ、リアルでね全部あのユーストリームを編集した形ですよね、まあ、こっち側もいいよね、映像はね あれはだからビデオカメラで別でカメラ撮ったやつですよね、ユーストの方はだからPA が入ってて、リバーボードかかってるんだけど、そうですね、こっちが変わってないからまたいい、またいいかも、生声で生声、まあ、久美さんの歌はもちろんのこと、何が面白いかっていうと太鼓、ドラムやってる人の顔がだん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 赤くなってる最終的には真っ赤ですね真っ赤になってくるあたりは、まあ、その様子も見てもらいましょうかね、はい、ではそれでは VTR スタート、久美さん、イエーイ、さあじゃあ俺も酒、こんばんは、うわー、こんばんは、はい、さん、こんばんは、よろしくお願いします、はい、伊藤さん、ありがとうございます、伊藤さん、久美さん、今、韓国からも見てますか、ついていくっていうか、で最初は、まあ、イントロ例えばなんかこう、
の日のあの時あの街のあの甘い風のようにもう言える月が白い朝日あの巡り合った素敵なOkay.
に夢中なの。かすかりで
ってるじゃん。命終わったとて
踊るでしょう。It's dancing spring。 思い出せば限りもなく蘇ってくるダンシング。いつの時も仲間たちとあなたたちがいた。いや、すごい素晴らしい。それが一昨日の出来事でしたね。そうですね、うん、結構ここにソーシャルネットタイムライン出てきてる方はね、あの本番というか生で見ててくれた方も多いので ね多分それを思い出しながら聞いていただけたんじゃないかなと思いますけど、うん、わマイラスダンスはいいな。マイラスダンスもいい詩がね、忘れなんか聞いてもねこっちときちゃうなっていう。そう、まあ、なんか林くんが渋い顔するんだよ ね、ここでね、私にはダンスしかない、でもそのダンス頑張るだけって。頑張るだけ。そう、またね、感動的な詩ですね。もう いい表情で、ね、いい表情で弾くんだよここで。なんかいただきましたみたいな感じでね。来ました、来ましたみたいな。まあ、聞いてて気持ちがいいですね、あの曲はね。あ、ツッピーね。ツッピー、あ、ツッピー、ツッピー。うん、ムッシュツッピー。ムッシュツッピーね。あの、清水プロデューサーもね、ずーっと一緒に歌ってたよね、今ここで ね。もうね。よく歌詞覚えてるなと思ったけどね。歌詞がね、すごい。本当に、いい。いやぜひやっぱ、うん、感動した曲については、自分で歌詞を覚えると、で、歌詞の意味も全部踏まえて、まあ、演奏なり歌なりを歌うと、もっともっと曲に入っていくのもね。そうなんですよね。で、林くんがよく言ってることなので、それは。お本当ですか。やっぱでもそうだと思うよ、ツッピーがね。うん。もうツッピーネタでいきますか。ツッピー。気に入っちゃってツッピー。ツッピー、ツッピーみたいなね。うまいね、ツッピー。うまいね、ツッコミが。いつもだよね。もう、玉木愛してるよ。そう。嬉しい。そう、でもね、その、久美さんの、このマイラストダンスのこの詩は、自分とリンクするわけじゃないけど、自分が苦労した時とか、そういった時のことを思い出すと、本当ね、まだまだいけるって思いますね。ちょっと元気が出る歌とともに、共感する歌ですね。これは本当に、久美さんが対談する時のにプレゼントしてくださった歌なんですが、もうね、やっぱ久美さんだからこそこの歌がこの感情で歌えるんだなっていうのはすごく伝わってきますね。そうですよね。久美さんのこと、久美さんとすごくしっかりも話もしただろうし、久美さんの環境とかも全部分かった上でしっかり作られてるなっていうのはね。ああ、それはね、ね、思いますね。久美さんがやっぱりどんな公演やってもやっぱりアンコールとか、はい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 、久美さんのファンにとればやっぱり大切な曲だね。でも田島さんは実は子ども地球サミットでやった時から、どうぞ新しい曲は新しい曲と、要は過去の歌、うん、これはやっぱりあくまで過去の歌であって、対談する時の歌であると。なるほど。っていうところで一緒に話し合った結果、まあ子ども地球サミットのでオリジナル曲明日はきっとやってくると、要は明日はまたやってくるよっていう、あの、あれもいい歌ですよね。久美さんがね、
昨日でしたか、伊藤さんと話してる、まあ、僕たちも言ったんですけど、うん、今ちょうどその会話思い出して、うん、とにかく今だと、うん、過去のことを考えるにしても、これが先を見るにしても、うん、とにかく今を一生懸命生きる、うん、で今をしっかり把握した上でないと、うん、まあ、過去にしても未来は見えてこないよって言ったんですよね。だからこそもう過去の記憶は過去で、まあ、だからこそ今を明日はきっとやってくるっていうのを踏まえた上で、やっぱマイナスとダンスがあり、これから先のね、これからのコンサートもあるんじゃないかなってすごく思いましたね。ああ、ね、いいね。伊藤さんの話を聞いてると、ああ、なるほど、久美さんそういうことが言いたかったんだなって思った。ああ、これをこらってたからあんまり覚えてないけど、でもまあ本当そうだよね。そうですよね。でもなんかやる気になってきたよね。ガゼンね、ガゼンさんのお母さんが89歳のとこにちょっと取材させていただいて、で久美さんの歴史も一回ね調べてみた。そうですね。だ未来が見えて、遡ってみるとやっぱり未来がいろんなことが見えてきますよね。今も踏まえた上でね、まあ、伊藤さんの仕事の仕方ってもう僕もずっと知ってるけど、そのスタンス、その、なんですか、ずれない部分は一緒なのでね、本当に本当にそうです。ずれませんね、絶対に。子ども地球サミットのいいところってそこだと思うんですよね。みんなが一丸となって同じ山を登るっちゃ変だけど、人の、まあ、僕もなんて言うんですか、ね、でもやっぱりみんなが助け合って浮かるわけじゃないんですけど、一人一人が自分のやるべきことをやりつつも、やっぱりね、その一つの目標に向かっていくっていうのがね、やっぱりみんながそれだけ支えてくれるところでもあるんだなと思いますけどね。うん、で応援団の皆さんも今ソーシャルネット、ソーシャル、ね、このストリームに入ってくださってる方たちも、皆さん本当にね、応援してくださってるの本当に心から本当に感謝してます。パサブの映像がちょっとなくなった件を、はい、あ、それ言っとかなきゃいけない。そうですね、昨日からずっと、じゃあ真ん中入っていいですか。はいはい、そう、ほら、あの、僕ちょっと下がると顔が小さく見えるから、ね、リーグでいっぱい来てて、さあちゃん顔を着てですね、だから、あの、ちゃんと答えました。明日仕事であれ変身したっていう話じゃなかったですか。あ、しまった。あれ、なんで言うの。セリフが違う。わかった、ドッペルゲンガーだ。セリフが違う。セリフが違う。何、玉木愛してるぜだよ。あ、じゃあ、そうそうそう、玉木愛してるぜぜだよ。もうね、見せてあげたい、あの写真を。本当だよね、あれにちょっと見せ、あれを見せてあげたい。セリフだけ話して、そうそうそう、ね、ボコボコしてるぞ、話が。あ、すいません、まあ、マスクしてるからね。あっちゃん、あっちゃん、あの、林くんのね、あだ名はツッピーって結構前からあったんですよね。ねえ、私、今ハマりましたね、ツッピー。ツッピー、あの、ツッピーって呼ぶ人結構いますよ、僕の周りに。なぜツッピーなの。つとむだからじゃないですか。あ、うん、勤めだそうだ。察してください。保健所の方ですか。いやね、ケンさん、ケンさんね。いや、ライパイさん、あ、ライパイさんが。で、前髪も上がってるしね。はい、あの、オープンな、三角形の感じ。なんで今日こうなの、髪型。なんか珍しい髪型でね。あの、あまりにもこう鼻を噛みすぎて鼻が痛くなって、顔が洗った時にこう、から髪が降りてこないようにしまって。あ、なるほど、何回も顔洗えるようにか。さすが。何回も会いたくないんですけどね。だからさっきこう鼻に詰め物をして、ね、これね、本当ちょっとこれ撮りたいよね、どうなってるかね。そうですか。このマスクをポロってさ、今あ、やってないの。今やってない。さっきね、撮ったら鼻にティッシュが2本ポロって詰まってて、どう鼻尻ってたのね。しかもオープニングの時にそれがこう落ちてきてしまって、あ、水分の重みで大変でした。大変だね、ちょっと風邪ですよ、やっぱ鼻風邪ひいてるから。いやいやいや、予防です。元気ですよ。まあ、元気なことは元気だけどね、あの、ひどくならないようにしてもらって。このツトムプレイですってなんだろう。ストンプレイ、ツッピーのこと、ツッピーの由来。ツッピーってツトムプレイっていう略なのかな。プがピーになったかな。そうだ、ツッピーじゃない。そうだよね。あ、でもそれがだからちょっとイングリッシュチックじゃなくなって、可愛らしくなった感じ。そうだね、フランスとかそう、イタリアっぽくなってツッピーみたいなね。シラッピー、そうそう、シラッピー可愛くない。シラッピー、うん、蜂蜜持ってる。シミッピーは、あ、いつもと同じじゃん。いつもと同じじゃん。シミッピー、いつもと一緒だって。いつもと同じちゃった、うん、サワッピー、サワッピー、いつもと一緒だ。シミッピー微妙だね、ちょっとね。シミッピーなんかシミッシミ、そう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 、同じこと思ったよね。やっぱみんな思うんだよ、イメージ一緒だよね。そうですよね。ちょっと玉木さん、さっきの説明だけしないと。はい、何としたんですか。だからカザフスタンの。あ、そうそうそう、そうなんです。すいません、あの、カザフスタンの、音楽学校の、うん、映像をですね、前回、はい、緑の映像と音声だけでお届けしましたが、はい、今回ですね、お届けするつもりだったんですけど、そうですね、急遽田島久美さんの方を紹介したくて、こちらの方に来させていただきました。今週はね、久美さんが来ていただいたということでね、特番みたいな形で、ね、はい、で、ですので次回の時に、お流ししたいと思います。
はい、なので、また次回までちょっと来週ですか、お待ちください。ただ子供たちのね、番組でもちょこちょことちょっとあの放送させてもらってるので、ぜひぜひ見てください。あ、そうか。あれ後ろで朝、はい、明日から明後日ってこと。あ、いない。いないんですよ。そうです。でも伊藤さんいつも一人でやってるってことが。そうです。そうなんです。なんで全部セッティングしていきますんで、はい。佐藤さんとこ手伝う。子供たちの、ね、カレーを作ってくれるんです。明日は残っちゃいもだね。明日は残っちゃいも。私もさかのさんのカレー食べたい。告知の宣伝いっか。まあ、里江さんが来て料理とか作ってくれるんですよ ね。里江さんの明日は料理教室がありますよね、はい、里の事務所で、はい、里江サロンの、ね、主催のね、はい、タイアップかな。タイアップ、タイアップですね。タイアップ主催じゃないですね。あ、タイアップなの、はい、あ、なるほどなるほど。あ、何のこっちゃいとのタイアップ企画。そうです、うん。ちょっと心配。まあ、そんなわけでね、ちょっとカザフスタンの映像また次週になりますので、ぜひ見てください。月曜日の稽古もじゃん。そうですね、2人ずっと月曜日までいないらしいですからね。ねえねえねえ、パヤシさんの名前ね、スムッペ、なんかこっちの方が合わない。誰スッピー、ちょっと可愛すぎないかしら。スムッペ、何スムッペ、つとむ、違うよ、違う、これスムズか、スムズか、スムズさん、スムッペ、つむだから、つとむのこと、つとを抜いてつむってことかな。つとむっぺーで、つむっぺーっていう。スムズピーの、スムッペー。あ、これ、あ、清水ピーだよね。そうです。スムッペーです。シューカムさん、私がなまった時の、はい、ね、スムズですよね。スムズをね、気に入ってくださってね。スムズでございます。なるほど。いいと思います。あると思います。うん、はい、まあ、好きに呼んでやってください。本当に。はい、でも、合言葉忘れないように。うん、え、合言葉はチャンネルはそのまま、違います、玉木愛してる玉木愛してるぜですよ。あ、玉木愛してるぜ、玉木愛してるぜ、玉木愛してるぜ、募集しましょうよ。募集しますよ、本当に、うん、昨日のね、トレイエムさんみたいなね、ちゃんとポーズはこういう状態です。あ、ここはこうです、こう腕がこう、本当にね、あの写真を見せてあげたい。はい、あの写真、あと仕事になんない。業務的に言うと、白鳥ちゃんはリーダーとして、はい、ちゃんとちょっと詰めて、え、そうですね、まあアレンジの、とりあえず編曲ですよね。編曲を、まあ、とりあえず片手にして、で、久美さんに音源を送るところまではしっかり、はい、もうちょっとやらないとね、早急に、はい、まあ、そこから叩き台を作らないと。プロデューサーとあの、はい、兼ね合い、はい、あのサミットとの兼ね合いも、そうですね、まあ、これからもう3月、まあ、やることは決まってるんで、きっちりと、いいものやろうですね、もうその通り、とにかくいいもの、時間かかって、まあ、多少ね、多少かかってもいいもの、はい、とにかくいいものをやりたいですね。そうですね、伝わるものをやりたいな。その通り、そうですね。もう3月はでも KSC のリサイタルもあるし、はい、堀ちゃんよろしくだよ。本当ですよ、そうですね、堀さんキーボードですよね。そう、踊りもアートさん見てるかな。はい、あ、私ね、サムゲタンを作りますよ。皆さん体力をつけていただく、安住の歌をちょっと頑張ってもらいたいなと。明日来る人はすごいね。サムゲタンってなんか丸の鳥を丸ごと一本ポンって鍋に入れて、はい、お腹の中になんかいろいろ詰めるらしいですよ。ケツなのかな。ケツですよね。まあまあそうなんですけど、なんか何かいろいろ薬膳的なものを詰めるらしいですよ。いいね、めちゃくちゃ美味しいと思うよ。残ってないよね、帰ってきた時はね、きっとね。ああ。よりよっしゃ、それでなんかそれでモチベーション上がって。まあ伊藤さん大丈夫、美味しいもの食べれるよ。うん、はい、あれ今日ちなみに、はい、あの久美さんのお母さんに取材をする話はしたの。あ、しましたね。しないわけ。具体的な話は、うん、まあ一応。あ、一応ね、うん、あの、うん、その了解は取れているので、ただ日程の調整はまだなんですけどもね、はい、エコブルームと、田島久美さんのコラボって言っていいのかな、なんで、まあ、コラボでいいですか、はい、明日はきっとやってくるの、一番すごいよ、田島久美のバックじゃないっていうのがなんかかっこいいじゃん、うん、そうなんですよね、うん、横並びで、あ、田島久美&エコブルーム、舞台のちょっと構成見してあげたよね、みんなにズームやりました、例えばここが田島久美だったら、横にいる、横にこう、知らんとき暑いからちょっとしょうのよ。なんでですの、なんでですの、俺一番前でいいよ。久美さんの横置いてよ。ちょっと、今、しらとりさんの場所、うん、美和さんと間。うん、あ、ほんと、うん、ちょっと、一歩下がったぐらいだった。ね、これ、ちょっと図面見ましたけど、ね。翔ちゃんが、今、翔で君が頑張って書いてあるんだけど、はい、みんなの横に実はテーブルがあって、はい、そうですね。そこにはお酒がお酒をいただきます。おー、いいねー。ちょっと聞いた話と、その人さんのコンセプトとしては、はい、田島久美の家に遊びに来たエコブルームのメンバー的な。お客様。お客様が全員が来て、うん、で、ちょっと、久美さんと一緒に。始まりました、みたいな。なんか、ちょっと、そういう、なんですか、うん、アットホーム的な雰囲気で、あれ、はい、12日夜、あ、サンキュー、ハエちゃんとミーちゃんが来てくれるんだよ。そうですね、土曜日、でも、オーケー、ね、でもね、放送終わっちゃってる頃ですけどね、ノープロブレム、うん、で、あ、ぜひともハエちゃんここで詰めましょう、やろうね、ハエちゃんね、オーケーです、はい、
で、なんとそのコンサートの中で、例えばね、童謡の時のつなぎの部分では自然音が流れたりとか、それもでも自分たちで撮った音ですよね。コンサートまたイメージあったよね。そうなんです、まあ、風の音だったりとか鳥の鳴き声だったりとか、なんかね、いいコンセプトが、うん、お母さんにやっぱりもう一回大スターじゃん、クルさんって、うん、お母さんはやっぱり宝塚のね、大劇場を見て、クルさんのもう全てを知ってるんですよね、うん、そのお母さんが、うん、今子供地球サミットすごい楽しみに、あ、それは嬉しい。もう一個は久美、うん、さん的にも今回エコブルームのやつを、まあ、変な話お母さんに見せたい、コンサートをしたいっていうのがなんか嬉しいじゃん。久美、うん、さんにお母さんを連れて行こうって思わせてあげたいですもんね。童謡唱歌も、ね、そういう意味ではお母さんに聞かせたいって言ってたから、うん、それをね、普通にやるのも、そう、久美さんの歌を童謡唱歌ね、すっすごいジーンとくる。ね、なんでしょうね、これね、この重み。学ですね。学ぶるね。あの、ただね、こう、譜面の通り音を読んでいくのとまた全然違うんですよね。そうですね、まさにその通り。歌に表情がある。そう。まあ、本当に久美さんね、はい、そういう歌がいい部分っていうか、得意っちゃ変だけどね、すごく聴いててもこっちが感動する、ソウルに響くと思うんですよね。響きますね。響きますね。ガンガン来ますよね。素敵ですよね。来ますよ。来ますよ。来ますよ。そうです。あれ、お母さんの話したんだっけ今。どういうこと、どういうこと、お母さん、お母さん、お疲れ、大丈夫、あれ今してた、してたっけ、したじゃん、でした。だとお母さん、伊藤さんにしたよね。で、ね、2分前、3分前かな、4分前、東京多摩東地区部体感1の地震の1です。今何ですか今ね、1、これ大したことないの、1なら大したことない、うん、1なら大したことないですけどね、でも揺れたっていうことがここのタイムラインで分かるっていうのはすごいなと思って。リアルですよね。いいですか、タイムラインなんかご紹介するのはいいですか。さっきするのにいたまりしなかったから、すごくでもいろいろ書いていただいてね、なんか本当にみんなご紹介したいんだけど、うん、ね、なんか端から申し訳ないですね、本当に読みたいなと思うのいっぱいあって、うーん、そうですね、たくさんありがとうございます。ありがとうございます。はい、堀さんがなんかね、ドク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 言ってすごい俺好きだなと思って。堀ちゃん先生いい、最高ですよ、堀ちゃん。あと、ヤドちゃんが実は家族スペースインのね、今もね、多分見てる、見てるのかな、ヤドさん入ってきてくれて必ず見てるのは、クメちゃんと、あ、クミね、クミ、ちょっと潜伏してるんだろ、おいでよ、潜伏してますね、クミ、見てるか、クミ、クミ、クメ田先輩、もうね、そういう、もう名前何も言ってあげる、言うと、当てどんどん出てくるかな。だってね、DM が来たりするから。あー、なんで呼びましたって。DM 来るんだったら。ですよね、本当ですよね。こっちかけよっていう。矢野さんもツイッターとか今始めてるので。矢野ちゃんは今、ブスッと笑ってるよ。しまったっていう感じで。矢野さんのあの、昨日のビデオ公開します、はい。でも、矢野さんのおかげで私、水タバコの体験ができたので、ありがとうございます。うん。で、木村さんが心配してますよ。沢さんね、多分寝た方がいいと思って。ちょっとね、ちょっと。あれ、うん、本当におしね。お母さんの話はしたね。そうそう。そうしてたよね、うん。してたよ、みんな。そしてみんな揃えたよね、グレー、今日は。そうなんですよ。里江さんがさっき突っ込んでたけど。ね、電話連絡、ちゃんと聞こえたね。打ち合わせしましたよね。北朝鮮とか言われてた。すいません、暗くて、じゃあ。赤。North Korea。うん。はい。はい。はい。ちょうどあ、もう9時10分じゃないですか。しまった。そう、10時、あ、すいません、22時。セブちゃんもここずっと、はい、そうですね、なんか最近ずっとここに立ち幕ビツアーでいましたね。3日間、いや、いろいろと、ね、あの、すごくいい勉強をさせていただきましたんでね。毎日良かったですよね。温泉も楽しかった。そうですね、毎日今日良かった。今日は茅葺きの館、初めて初体験。どうだったの。あのね、日本一の茅葺きの屋根があるの。ない、まあ、露天風呂は気持ちでしかない。光線です。でもね、薬油、ハーブとか薬草とか、え、何、いくつもあるの、竹炭、うん、あのね、炭、でもね、そば食べに行ったり、あ、いいと思いますよね、雰囲気がいいですよね。あの、かやぶきはぜひ必見だと思います。すごく大きなかやぶき、近いですよ、15分ぐらい、うん、はい、じゃあ震源、何ですか、何だろう、いなくなっちゃいましたよ。お、福島県、それが大人地球サミット震源。大変違うのに読み上げる。それでは、はい、次の夜ここで終わりますか。はい、次回は、12日の土曜日、19時から、プレシャスワン、あなたはとても大切な人、子供たちが元気よくお届けしますので、皆さん見てくださいね。はい、これね、今度ね、マイカが密かにね、はい、17日から引っ越してくるじゃん、はい、塩尻に。17なんだ。じゃあ来週ですね。3月から。でも、マヤとのこの土曜日を、うん、
ちょっとまあコーナーで、ね、おお、マヤと毎回毎週毎週ね、毎週ちょっと濃い内容ができますよね。それは楽しみですね。音楽番組をちょっとやりたいと。ちょっとじゃあエコブルーム代表でちょっとマヤ、まあマイカ、なあマイカとマヤ、ぜひぜひぜひ。ちょっといいコンビが分かったよ、二人が。神戸行った時とかすごくいい感じでしたもんね、あの二人ね。ねえ、うん、年齢は実はちょっと離れてるんだよね、うん、まあ年齢、うん、前も12か13でしょ。はい、前が19だから、まあ、大したことはないですよ、ね、まあ、だからね、今はそう見えるけど、もうちょっと年取ってくると。本当ですよね、90と97ってあんまり変わらないですよ、ね、そうそう、すっごい飛んだね。まあそれは極端だけどね。飛びましたね、びっくりしちゃいました。それすごいちょっと楽しみなんだよね、はい、あ、それは僕もちょっと放送楽しみだな、うん、ね。はい、はい、じゃあその辺もお楽しみに、ね、土曜日はそういう方で、土曜日に、ね、その後ね、はい、ちょっと勉強もする子供たちも、はい、素晴らしい、さすが伊藤さん、はい、じゃあ学校の勉強も、土曜日は伊藤さんのてんてこまいな状態もちょっと楽しみですね。そうですね、そうか、絶対てんてこまいになりますよ。だからこのお二人もちょっと1個プログラム消しましょうか、ソーシャルストリームでね。え、出張先で話題ながら拝見させていただきますので、はい、タイムライン入ってくるんじゃないですか。間に合うかな、うん、間に合うかな、間に合うかな、ちょっと、うん、ちょっと不安だね。頑張れ。さあちゃんとタヌキないな。ああ、まあすごくそうですよね。わかりますよね。はい、まあいいや。ええ、はい。しょうがない。はい。はい。いや、じゃあ楽しい時間を僕はありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。非常に楽しかったです。はい、また呼んでくださいね。はい、ぜひぜひ。マサノさんもありがとうございました。はい。マクミさんもありがとうございました。こちらこそ。はい。マクミさん本当にありがとうございました。クレさんお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。それでは、次回は12日の19時からお届けしますので、はい、皆さん見てください。はい、それでは、また、うん、あさって !See you! バイバイ。世界で一人でも